1番有馬博でございます。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、投票に質問いたします。なお一部の質問につきましては、教室長にも答弁をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は傍聴の皆様、朝早くからおいでいただきましてありがとうございます。各党団の議員から、栃木市への合併、それに伴いまして町長をはじめ、幹部の方、職員の方、ご協力いただいたという等が発言がありました。これから来年10月に向けてよろしくお願いしたいと思います。それでは通告に基づきまして、質問をさせていただきます。まず認知症サポーター養成講座対象者拡大関連について町長にお伺いいたします。地域密着型サービス拠点事業の設備事業者も決まり、すでに建設予定地の測量も済み、建設計画準備に着しているように聞いておりますが、町の150名からの認知症患者さん、また家族の方々も収容人員には難はあるものの、ある意味一安心であると思い喜んでいるところであります。しかし認知症は一般的に表面に出ないような病であり、対応の難しい病気であることも事実です。誰もが他人事でない病気で、明日は我が身であることかもしれません。そういう病であります。町でも認知症サポーター養成の窓口を開設し、早速認知症サポーター養成講座を開いていただき、認知症をサポートする運動は動き出したと理解いたしますし、明るい方向に向けスタートであると思います。しかし私はさらに増加するであろう患者さんを考えるとき、また福祉の町を目指す総長として町民全員でサポートをする環境を整え、支え合っていく行かねばならないと考えます。そのためにサポーター養成講座が全町民の協力を得て、全町民に対し計画されなければならないと思いますが、町長は全町民の認知症サポーター養成講座実行計画をどのようにお考えになりますか。また養成講座においても中央での多数の人員を集めての大きな講習には、専門の講師をお願いするにいたしましても、各コミュニティなどの5、6人程度の少人数での集会には自前講師、いわゆるキャラバンメイクさんの活用が必要でしょう。実際このような小さな講習会が認知症について大きく広めるには効果的であると言われています。そのため西方町においても何名かのキャラバンメイクさんを要請しなければならないと思います。町としてキャラバンメイクさんを早急に要請していただき、全町民に対する認知症サポーター要請のスピードアップを図ることが必要かと考えます。認知症サポーター要請講座をより充実することによって、認知症という病気を全町民が認識し支え合うことで、町民参加の町づくりの構成の一端を担えるのではないでしょうか。またこの活動を中心に、全体に失われつつあるご近所さんとの付き合いや思いやりのある心など西方町民が持つ良い面をさらに引き出すことにも通ずるのではないでしょうか。栃木県の高齢化率 20.7% に対し、西方町の高齢化率は約 24.3% と県平均を上回る格差です。西方町の65歳以上の高齢者人口1680名のうち、患者さんが150名といたしましても約 0.1% の発症率であります。今後さらに高齢化の波が押し寄せてくることですし、その認知症の患者さん数も比例して増加傾向になることは多分に想像できるところであります。この活動は町民間の絆をさらに強くする
方法の一つではないでしょうか。町長は西方町全町民の講習会受講構想についていかがお考えか伺います。次いで同事項での教育長にお尋ねいたします。他市町村では認知症サポーター教育を新入生人権問題より人権問題などに合わせて人生の先輩でもありますお年寄りのお年寄りへの思いやりとして学校教育でも取り組んでいますことは新聞紙上でも紹介記事が掲載されております。昨日の下野新聞にも矢板市議会の一般質問で小中生に対する認知症講座の検討が紹介されておりました。時代を担う小中生が認知症を正しく理解することは有意義ですと結ばれております。東京における学校での取り組みはどのような状況にあるのでしょうか。また未実施である場合認知症サポーター講座関係の導入のお考えがあるか併せてお伺いします。近々地域密着サービス拠点事業が開設されまた栃木市の合併を思うとき私は町民の福祉への思いを地域強化の意図し子どもたちを交えさらに強くする必要があると思うところであります。福祉の町として全町民が認知症サポーター講習を受講し全町民の認知症の人並びにその家族の方々を支えていく体制を取ることで平成22年3月末170万人達した認知症サポーター100万人キャラバン運動の一員として極力早い時期に全町民がオレンジリングを持つことができればと考えます。平成17年から10年計画で進められている認知症サポーターキャラバン運動も新たな400万人達成の目標を立てより一層運動を活発化させるような情報であります。町長並びに教育長には前向きな回答を切にお願いいたしまして次の質問に移ります。次にお風呂用水活用について2つの異なる観点からお伺いします。大きな伝統舞踊技また文化的観光施設が少ない西方町では自然田園都市を基盤とする構築が重要であると考えます。第4次西方町振興計画後期計画のみんなが作る夢未来における基本計画第2編第2章の第1節第5項には水辺で憩える町づくりとあります。この関連について伺います。先日我々の生命を守ってくれる西方町消防団並びに栃木消防西方分署の通常点検が挙行されました。団員の方々の非常に高い士気と近代設備の消防車に感動いたしたところであります。これから換気の冬場火災の多発するシーズンでありますが万が一にも火災が発生した場合に必要水量が確保されていなければなりません。当然消火栓による対応はなさっていることではありますが冬季の渇水時における町内の各系統河川での水量確保は安全であるのでしょうか。毎日火災発生時に必要河川系統を調整し火災発生地区に十分なる水量を流すことができるような河川の設備手順などを含めた組織ができているのか伺います。なおタンク付き消防車配備はありますが通常消防車は水源がなければどうにもなりません。集落の近くの主な河川に十分な水量の確保ができるような緊急時の対応処置の組織が確立されているのか重ねてお伺いします。次に用水が持つもう一面の自然エネルギー活用についてお伺いいたします。計画書によれば河川の整備はこれまで治水・利水が中心でした云々と記されていますが
小倉用水のさらなる利用、つまり大きな自然エネルギーを利用して水力発電は考えられないでしょうか。現在エネルギーの発電は自然エネルギーの発電は太陽光、風力、水力が主ですが、太陽光発電は日照時間等で効率に問題がありますし、風力利用は風の強弱が効率に影響、また落雷等の問題が残ると言われています。しかし水力発電は大規模の設備によらなくても適量の水エネルギーがあればかなりの効率で発電可能ができると言われています。幸い西方町には小森川からの止水の小倉用水があり、この小倉用水を利用 しないではないと考えます。小倉用水の有効利用による小水力発電、いわゆる1000キロ以下の新エネルギー発電が可能ではないでしょうか。水力発電は小水量豊かな西方町の多くの河川に可能性があります。その環境はたくさんありますし、また小資金で建設設置ができると言われています。近い将来風力太陽光発電に対し小水力発電は大きな話題となる自然エネルギーであると考えられます。現に那須疎水でエコ発電の那須野原用水ウォーターパークが実験発電所として塩原市の千本松牧場に建設開園したことはご承知の通りであります。東京電力と那須野原土地改良などと共同で3種類の発電方式が発電設備として設置されております。総工費は1億5000万を投じ建設、うち4400万は環境省の補助によるところであると聞いております。地球温暖化が叫ばれている今日、少しでも低炭素化社会に貢献が必要でしょう。西方の豊富な小倉用水エネルギーを無駄に流すことなく、小規模水力発電をふれあいパークに設置できるようであれば、公園のシンボル、そして新名所として観光資源となるとともに、身近な環境からエネルギーが生まれることでの学校教育にも活用できると考えます。そこで栃木市との合併記念事業として小水力発電建設は考えられないでしょうか。行政の実行力と町民の知恵で小倉用水小水力発電建設を実現し、町の新しいシンボルとして新しい名所を作ることが可能と考えます。先人たちが小倉用水をどれだけの苦労の末に完成したか推測できます。また今更ながらに先見の深さに感心するとともに、ただただ感服いたしているところであります。小水力発電が西方の河川の有望箇所に1箇所ずつ増設させていくことで、近い将来農業の部門においてもイチゴ、また菊などの伝承栽培と農産物に対するさらなる利用にも拡大することが想像できます。町民での小額出資による建設も可能でありますし、町民の夢を持たせてくれる形ある共同の町づくりの一つに挙げることもできると考えますが、町長の考えをお尋ねし、壇上での私の質問をお答えします。